平野翔さんのエンジェルヘアに魅了され、神宮寺優太さんの3つ網に衝撃を受けました。今日の神宮寺くんの3つ網部屋は、視聴者を興奮と混乱のスパイラルに陥れたと言っても過言ではありません。大都会の夜、テレビ画面に映る光景が瞬時に SNS をにぎわせた。静寂を破るように、無数のコメントと感情が押し寄せ、誰もがその瞬間に心を奪われたのだった。今回、 彼らが出演した CDTV の一幕は、ただのエンターテインメントではなかった。それはまるで魔法のように、視聴者一人一人の心をつかみ、忘れられない瞬間を刻み込んだ。まず目に飛び込んできたのは、平野翔の清らかなストレートヘアだ。その髪型は、彼の純粋さと無垢さを象徴するかのようであり、画面越しでもその美しさが伝わってくる。彼の存在感は、 まるで一筋の光が闇を切り裂くように、強烈な印象を残した。それは、長年彼を応援してきたファンにとっても新鮮で、再びその魅力に引き込まれる瞬間だった。一方で、神宮寺雄太の姿も衝撃的だった。彼の編み込み部屋は、視聴者を驚かせると同時に、その大胆なスタイルに称賛の声が上がった。彼のスタイルは、まるで野生的な一面を引き出すかのようで、 彼自身の新たな魅力を見せつけた。SNS 上では、彼の編み込み部屋についての話題が次々と投稿され、その夜のトレンドを席巻した。神宮寺のヘアスタイルは、彼の意志の強さと独自のスタイルを表現するものであり、それは視聴者にとっても驚きと感動をもたらした。また、岸優太の姿も見逃せなかった。彼の爽やかな雰囲気と笑顔は、視聴者に安心感と幸福感をもたらし、 彼が持つ自然体の魅力が一層引き立った彼のビジュアルはその日のパフォーマンスをより一層特別なものにし視聴者の心に深く刻まれたこの夜の CDTV はただの番組ではなく視聴者にとっては感情の波が押し寄せる体験だった平野神宮寺騎士の三人が織りなす瞬間はそれぞれが異なる魅力を放ちつつも一体感を感じさせるものであり 視聴者にととっって忘れられらなない一夜となった特に、神宮寺の編み込み部屋は、その大胆さと新鮮さで、多くのファンにとって衝撃的なものであった。彼の髪型が引き起こした反響は、彼の新たな挑戦と進化を象徴しており、それが視聴者に与えた影響は計り知れない。平野のストレート部屋は、その清らかなイメージと相まって、視聴者にとって心地よい安心感を与えるものであり、 彼の存在感は依然として絶大であった。騎士の自然体の魅力は、その爽やかな雰囲気と相まって、視聴者にとって癒しの時間を提供した。彼の笑顔は、まるで日常のストレスを忘れさせるかのようであり、その自然な振る舞いは多くの人々にとって共感を呼んだ。CDTV を見た皆さん、あの衝撃的なビジュアル、忘れましたか特に神宮寺勇太君の編み込みヘアスタイル。 SNS はたちまち熱狂の渦に巻き込まれましたよね。あの日、私のタイムラインは神宮寺くんの画像と興奮のコメントで溢れ返っていたんです。編み込みしてるやばっびっくりマーク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 前髪おろし申請編み込み申請どうか、お願いいたします。心の像が、キュッて、キュンってジンくん。やば大丈夫。ジグタン。さらすと翔君に打ち抜かれ、 ワイルド神君に目を奪われ、さっぱやか岸君がまぶしくて猛暑、翔君が可愛いすぎますがダメダメ。いやいい、いい。私は、正直なところ、最初は翔君のサラサラのヘアスタイルに視線を持っていかれていました。あの美しいシルエット、あの無邪気な笑顔に包まれた姿は、まさに天使。でも、神宮寺君の編み込みを見た瞬間、私の視線は完全に彼に釘付け気になりました。 一体、あの編み込みは何それは、ただのヘアスタイルではありませんでした。それは、ワイルドさとセクシーさを兼ね備えた、まるで新たな神宮寺雄太の誕生を告げるような、衝撃的なスタイルだったのです。あの日の私は、SNS で、神宮寺くん、編み込み、最高。心臓が持たない。ナンバーアンダーライン愛、早く見たいけど終わってほしくないっていう感情。 といったたコメントを目ににするび自分の興奮がどんどん高まっていきました。編み込みが地上波で見れるなんて思ってもおりませんでした。そう、あの編み込みは、ただのパフォーマンスではなく、神宮寺君が自分自身に挑戦し、新たな魅力を表現しようとした、その決意の表れだったように感じられました。そして、その挑戦は、見事に成功したと言えるでしょう。あの編み込みは、視聴者の心をつかみ、 新たな神宮寺勇太のイメージを確立し、さらにはナンバーアンダーライン愛への期待感を高めたのです。あの日の私は、神宮寺くんの編み込み部屋の衝撃から抜け出せず、興奮と期待感でいっぱいでした。そして、ナンバーアンダーライン愛の発売日、私は再び、あの編み込み部屋に魅了されることになります。ナンバーアンダーライン愛のジャケット写真を見たとき、私は息をのみました。そこには、 あの衝撃的な編み込み部屋を披露した神宮寺くんの姿が鮮やかに映し出されていました。ジャケット写真での神宮寺くんの表情は CDTV で見た時とはまた違うどこか凛とした大人な魅力を感じさせるものでした。その表情と編み込み部屋のワイルドさが絶妙に融合し今まで見たことのない新しい神宮寺雄太の姿を表現していました。え、マジサラすと。 死ぬ、そして神くんもやばい SNS での反応を見る限り、私だけじゃなく、多くの人がこの新しい神宮寺雄太の姿に心を奪われているようでした。ナンバーアンダーライン愛の収録曲を聴きながら、私は、神宮寺くんの編み込み部屋の秘密を解き明かしたいという気持ちに駆られました。なぜ、神宮寺くんはあの編み込みを選んだのか。それは、単なるスタイリングの遊び心から生まれたものだったのでしょうか。 それとも、彼の内面的な変化を表現したかったのでしょうか。視聴者にとって、この夜は特別なものであった。彼らが織りなす一瞬一瞬は、まるで魔法にかかったかのように、視聴者の心を捉えて離さなかった。それは、彼らの個々の魅力が見事に融合し、一つの大きな物語を紡ぎ出した瞬間であった。視聴者はその瞬間を共有し、SNS 上でその感動を分かち合い、 彼らに対する愛情と感謝の気持ちを新たにした。このような瞬間は、視聴者にとって日常の喧騒から解放されるひとときであり、彼らの存在がどれだけ多くの人々に影響を与えているかを改めて実感させるものであった。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントの枠を超え、視聴者にとっての心の拠りどころとなるものであり、それが彼らの魅力の本質であると言えるだろう。この夜、 視聴者は彼らの姿に感動し、その瞬間を永遠に記憶に刻んだ。彼らの存在は、ただのアイドルではなく、人々にとっての希望や喜びを象徴するものであり、その影響力は今後もますます広がっていくことだろう。視聴者にとって、この夜は特別なものとなり、彼らの姿が次回の出演を待ち望む声となって響き渡った。そして、この夜の経験が、 彼ら自身にも新たなインスピレーションを与え、今後の活動にさらなる力を与えることは間違いない。視聴者と彼らとの間に築かれた絆は、この夜を通じて一層強固なものとなり、その絆が今後も続いていくことを願わずにはいられない。このような瞬間が繰り返されるたびに、視聴者と彼らとの間には新たな物語が生まれ、彼らの存在がますます輝きを増していくことであろう。その輝きは、 これからも多くの人々に希望と感動を与え続け、彼らの魅力がさらに広がっていくことを予感させる。今後も彼らがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、視聴者は期待に胸を膨らませながら、次の瞬間を待ち望んでいる。彼らの存在が視聴者にとってどれほど特別なものであるかを改めて感じさせるこの夜の経験は、彼らの未来をますます明るいものにすることであろう。視聴者にとって、 この夜は単なる一夜ではなく、心に深く刻まれる記憶となった。そして、その記憶が次の瞬間につながり、彼らの存在がますます大きなものとなっていくことを確信させる夜であった。